光源氏の元メンバー山本純一さん。これまでにブラックな女性問題や金銭問題が噂されています。数々の衝撃的なエピソードが暴露されてきましたが、一体何があったのでしょうか。過去のトラブルを調べてみましたので紹介します。山本純一さんのプロフィール。本名山本純一。生年月日1972年2月28日。出身地東京都八王子市。身長166センチ。血液型 B 型。学歴東京都立墨田工業高校。所属事務所ウィングラン。経歴。山本純一さんは1986年アイドル花組男組の出演者を決めるオーディションに合格し、ジャニーズ事務所に入所しました。同期には後にグループを一緒に組むことになる諸星和美さんもいたそうです。そして1987年光源氏としてデビューし、シングルスターライトでアイドル歌手デビューを果たしました。光源氏の人気は凄まじく、バレンタインに届いたチョコレートの数がトラック20台分という伝説もあり、社会現象になるほどの人気を博していました。山本さんは高い歌唱力で高音パートを担当し、運動能力を駆使したアクロバティックな振り付けもファンから高い評価を得ていました。1995年にグループが解散された後もジャニーズ事務所に残留し、その後はソロ活動をするようになります。期間限定ユニット、純一&ジャニーズジュニアには、当時まだジュニアだった大野聡さんや生田斗真さん、滝沢秀明さん、今井翼さんらが参加していました。その後の2002年にジャニーズ事務所から独立。2006年にはバナー広告ホームページ、ミリオンダラーハッピーを設立しました。芸能界を離れてインターネットのバナー広告を売る仕事をしていましたが、2011年に会社を畳んでいます。2012年頃にはソロ歌手として再デビューしましたが、事務所とうまくいかず、再び芸能活動を休止しました。遠山京子さんとの関係が。2001年、女優の遠山京子さんとの間に子供が生まれましたが、二人は未入籍でした。その後、関係がうまくいかず破局し、遠山さんが子供を育てることになりました。ジャニーズ事務所も正式に子供の父親は山本さんであることを認め、入籍予定と発表しましたが、結局入籍せず認知もなし。養育費ももちろん支払われず、子供にも会っていないそうです。クズ生活？山本さんは2009年、芸能人主催の大きなパーティーで、ある一般人の女性と出会いました。バツイチ子持ちだったその女性に対し、出会ってすぐ、子供も一緒に育てるとプロポーズをすると、そのまま女性のマンションに居座り、同棲することになりました。しかし、いざ入籍の話をし始めると、多額の借金があり、結婚できないと拒否したのです。当時山本さんは芸能活動をしておらず、パチンコで勝った時だけ10万円ほどのお金を渡すという紐生活を送っていたそうです。しかも二股をしていた山本さんは他の女性と結婚するため、この女性の元から去って破局しました。衝撃の結婚と離婚。山本さんは2013年頃、紐生活を送っていた時に二股をしていた女性と結婚しました。当時芸能活動は愛媛県の松山市を拠点にしていて、道後温泉近くにある湯上がりバー小賀の雇われ店長もしていました。妻には二人の連れ子がいたため、四人で生活を始めます。2014年、バラエティ番組、私の何がいけないのに出演した際には、妻と連れ子の娘二人も登場しました。番組では月給20万円のバーで働き、新しい家族を養うために懸命に生きる山本さんの姿が放送されました。しかし時期は不明ですが、後に二人は離婚しています。
その後、週刊文春に元妻が山本さんの問題行動を告発し、世間に衝撃を与えました。元妻は山本さんに多額のお金を取られたことを告白したのです。元妻は前夫から養育費として2000万円をもらっていました。山本さんの結婚の目的はその2000万円だったようで、この養育費を騙し取ろうとした山本さんは、交際当時から元妻にお金がないと言いより、生活費がないなどと500万円のお金を借りていたそうです。また、横浜でカフェを出すから結婚して一緒にやろうと山本さんに持ちかけられ、養育費でもらっていた2000万円も渡してしまったのです。しかし、山本さんはカフェを立ち上げることなく、知人が経営するバーで働き始め、さらにお金が欲しかった山本さんは元妻に夜の仕事をさせようとするなど、あの手この手でお金を手に入れようとしていました。この件がきっかけとなり、元妻は離婚を決意したとされています。金銭トラブル。2013年、当時の所属事務所から契約を解除された山本さん。これにより芸能活動を休止していますが、契約を切られた原因は山本さんの借金問題でした。山本さんは2005年頃にライブビデオを発売しましたが、代金はもらっておきながら商品を発送しなかったことがあり、その代金の返済をするため借金がかさんでしまったようです。返済のために山本さんは知り合いからお金を借りていましたが、その金額は1300万円ほどだったといいます。現在。2016年、山本さんは新日本プロレスの道場において山本虎鉄さんの指導を受け、プロレスデビューを飾ります。スペシャルゲストとして、服部健太さんと三尾義久さんとパートナーを組み、ブラックタイガー&リアルブラックタイガー&ウルフスター組と戦い、勝利を果たしました。試合会場では直筆のサイン色紙を1000円で手売りしていたそうです。また、芸能活動も続けている山本さんは、ブログも頻繁に更新し、2020年もバースデーライブが開催されました。その際には、光源氏のメンバーだった佐藤博之さんも登場したそうです。かつて、光源氏のメンバーとして一世を風靡した山本純一さん。アイドルとして活躍していた頃からは、想像できない問題行動の数々に驚かされました。もう少し責任のある行動をとっていれば、芸能界での活動も違ったかもしれませんね。あなたはどう思いましたでしょうか？応援しているファンのために誠実に頑張ってほしいと思った方は高評価お願いします。また、この件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。